That's a fun. No. じゃあ今度は箱の色変えましょう。今何色ですか？赤。赤い色が赤です。赤い色が赤です。赤色が。ムカツファ。色。キック赤にして。足の下はクロス。逆の足。肩の後ろ。肩の後ろ。で、まあ、どんな。後ろ。で、これがうまく前に戻ったらこう拍手になるという感じです。いただきます。後ろの箱を前に戻します。三、二、一、八。That's a fun. ありがとう。ちょっと難しい。体が一回転。面白いのがきれいごめんなさい。何、ファーティ？ありがとう。もっともっと頑張るよ。お経験大阪を受けるのに待ってください。バケツを取ってもらっていいですか？すいません、これテレビじゃないです。私目の前で汗かいて頑張ってます。あ、そうなんだ。心の中で思わないでください。ひどいです。大道芸っていうのはですね、お客さんパフォーマーの投げたボールをお客さんが返してくれて初めて成立します。みんなが静かに見てると僕はただ公園で騒いでる変な人です。大道芸にしてくれ。せーの、3、8、2、もっと、1、4、
ジャグリングしたいと思います。非常に大丈夫かな？言うと大丈夫か？何言ってたっけ？これ本当に集中力のいる技です。暑いだけではこんなに汗がかかないです。うまくこれが回せたら、皆さんよう頑張ったね。拍手お願いします。お願いします。3、2、1、はっ。ありがとうございました。スタンダップ嬉しいです。では拍手が鳴り止まないうちにかっこよくフィニッシュです。では無事に降りれたら最後のナイフの儀します。せーの、3、2、早いです。降りるの僕なんて、僕はベストで指に合わせてる。せーの、3、2、1。では皆さん、本当にこんな私の芸などをですね、最後まで見てくれてありがとうございます。残るはあと1分です。最後こちらのナイフを使うから、危ないから入らないで。最後はナイフを使った芸でバシッと終わりたいと思います。本当はナイフを3本用意したかったんですが、ナイフの中にリンゴを持ってるんです。最後のお手玉、せーの、3、2、1、どんな拍手がないけど、はい、確かにね、これじゃあまさきと変わんねえだろうって思うかもしれないんで、ただすごいことをしてみたいと思います。よく聞いて、そしてよく見て、なんとこの状態で、なんとこの状態でお手玉をしながらリンゴを食べてる。笑うとこじゃないですよ。ひどいな。いただきますね。ないハムのが飛び交う中、ここを選んでいた、滝、あ、間違えた。もしもれまんちゃん、それじゃなかった。いた、滝、まっ、ギャッ。まあ、どんな、なぁ、拍手ないはずだぞ。ありがとう、ありがとう。いや、言いたくさ、何言おう。はっ、はい、あー、以上です。どうもありがとうございました。皆様、最後までお付き合いありがとうございます。僕たち大道芸人はこうして全国で芸をしながら